よ、こんばんは。もーもー、すみません、お待たせをしまして。声大丈夫でしょうか。あー、よ、よ、みんなよ、こんねき、こんねき、こんねき。大騒ぎやんけ、ありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは、ようこそ。本日は、と、あれです、ねえ、何にも話すこと決めてなかったじゃん。何にも話すこと決めてませんでしたが、ですね、副反応も、まあ、だいぶ、あれです、収まりまして、なんとか、やれそうなので、はい、5G ぞ。ね、もうちょい寝てたら、ちょっと見守れるか分かんなかったから、気持ち急ぎ目に出てきました。うん。我こそがフルチンだ。ようこそみんな。新しいネキの誕生像。ね、こんばんは。つよつよ回線、いや、まあ、インターネットの回線は弱いんですけどね。ありがとうございます。こんばんは。よし、なんか久しぶりだな。ちょっと待って。配信なんかすごい久しぶりな気がする。あっちいし、部屋あっちい、なんかすげえ盛り上がってきた。よし、そう、私自身がインターネットになることだ。ちょっと待ってください。今めっちゃ喋り出したら部屋一気に熱くなったんだよ。そんなに私熱暴走してる。よいしょ。さてさて、じゃあね、ちょっとね、今日のね、いろんなことを喋りながらも、あれです、どこ行ったらいいの。そうそう、まずスパチを、いただいたスパチを、よいしょ。うん、まだね、若干寒気、なんかね、寒気と体の痛みはね、ちょびちょび続いてるんですけど、ぶっちゃけちょい前に引いた風邪の方が辛かったです。数日前に引いた風邪の方がよっぽどひどかったみたいなね。おしや、どこだ。ちゃう、これちゃうわ。うん、ねえ、どこ見ればいいの。ね、ちょ待ってね、これどこら辺まで遡ればいける。ふんふん、ここまでいけてる。ちょっと待ってね、なんかね、読み込んでくれてないやつがある。くそー、これちょっとスパチやばいな。ごめんね、YouTube くんが読み込んでくれないかもしれないよ。このままでは脱走されてしまう。まあ、いっかまあ、いっか、まあ、いっか、いいことにしよう。ちょっとこれで、ちょっとごめんね、みんな集まってくれてありがとうございます。少々お待ちくださいませ。ちょっと私自分の声が聞こえないんだけど、耳おかしなった。まあ、いっか。久しぶりすぎて全然放送慣れしてない感じする。まあ、いっか。よいしょ。あ、そう、そうだ、その、配信が始まる前にこんなこと言ってあれなんですけれども、本日10時から、だから22時からですかね、ひつひまの方で翔太くんの、誕生日するから、あ、配信撮ってねえや。まだ配信、予約取ってねえや。ちょ、エレツさんに言っとこう。ごめん、ひつひまの配信の予約忘れてたわ。取っといて。エレットさん、取っといて。ハート、よし、これでいいの。よし、これでいいだろう。
飯食べるのに夢中になって、ハートってつけてから大丈夫だ。今多分翔太くんとエレツさんは一緒に喋ってるから多分これで大丈夫だと思う。翔太くんとエレツさん2人いるところにハートって書いといたからこれで大丈夫だよ。2人が今ね私のハートにね、あのヒットポイントをねマイナス5000パーぐらいされて、何マイナス5000パーってマイナス5000ぐらい食らってるから今999みたいな、9999みたいなダメージ受けてるから多分やってくれると思うんですよ。大丈夫です、やってくれ頼む。何しようとしてた、あとダッシュボード行ってくたばれってくたばれハートって返ってきた翔太くんがハートで反応してくれた翔太くんがねスタンプで返してくれましたね。これはよしよしよし、オッケーオッケーオッケー、大丈夫そうです。あり、あれりがとハート、よし。しかも私ハートって記号で打ってないから、カタカナで打ってっからおじさん構文よりひどいやつ打ってやってっから俺。あーこいつはひでえな。なんだっけ、そう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 、ここ行って、あ大丈夫だと思う、これでいけそう、よかったよかったよかった、いけるいける。あー読み込んでくれました、大丈夫です。ですね、あネキじゃん、あトマリじゃん、ヤッホートマリ、トマリヤッホートマリ、大丈夫、副反応どうよ、元気してるね、まさかね1日違いだとは思わなかったよね。ねよしよし、1ミリも体調不良がなくて自分が恐ろしいお前あれだけ1回目ひどい目に遭っているのに2回目さーっとしてるんだ、わかんないっすよ、明日になったらわかんないっすよ私はあの寒気だけすっごいひどくて、熱が全然、最高、最高体温7の7分でしたね。喜怒をニケニケな、パラパラ、パラパラでいい？デーモン夕暮れ、サンクロシオ、オデニ雪村、高丸、白羽のウィリア、98焼き味噌、田中スペシャル、そぼろ、麦山くん麦茶や、チェルル、ホウオウ、イナホ、アスアスカ、ジョナ、ネモネモ、ニシン、ニシン、カツベベ、AF、タッソを、ニート、コメリオ、それから清流かな。ありがとうございます。うん。よし。うん。そう、なんかね、めっちゃ熱上がる人とそうじゃない人がいるんだよね。はぁ。はぁ。すごいな、海外ニキがめっちゃ、めっちゃなんか言ってくれてる。あ、パラパラでよかった。ごめんなさい。あの、ちょっと、遠くのモニターにあるから、バラバラかパラパラかですごい迷いました。バラバラってことはないよね。ねえ。昨日 2.5 になった？いいじゃん。ねえ。英語日記、Thank you。Thank you so much。さてさて。ひどうもありがとう、いいね、そう、いいねたくさんしてくれたけど、みんなそこいいねボタンちゃうよ、そう、ここだけの内緒話なんだけど、エリネキに内緒で4万人記念イラスト描こうと思ってるけど、どう思いますか。いいと思います。山口も Thank you。 明日 2.5、 また0時頑張ってもろてというわけで、本日はですね、みんなで4万人を見守る会をやっていこうと思うんです。あー美味しい、タカトいらっしゃい、ヤッホー、初見じゃないけど初コミュニケありがとう。ねえおやしろ様、愛の愛の愛の
ーさんも Thank you。 センシティブガンのサブアカだそうなんだ、よかったねだからだからどうしたあっちは普通の名前なんだね。おでにありがとう。そして犬分け入るありがとう。ねえ、サブアカでも応援ありがとうよ。言いたかっただけいや、ある。ね、あと何人かお祝いのスイーツコンビニに買いに行く時間全然あるよ。今ね、39,867 名ですので、残りあと133 算数ができない、あと133人ですので、全然余裕ございますよ。 AF もありがとう。今日は何しようかすごい迷ったんですけど、あ、初見さんいらっしゃい。うん、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。いろいろ考えたんす。それこそシャドウコリドーを、シャドウコリドーをずっとやってようかなと思ったんですけど、まあ今日はね、22時からお誕生日会もあるし、あとホラーはちょっとさすがにあれじゃないですか、怖がる人がいるのに4万人見守りとリンクさせるのはちょっと酷かなと思いまして、ジャンプキングは、案として質暇の方々からいただきました、拒否りました何もなかった時にやろうと思いますね。4万人おめでとう、すごいフライングじゃん、ベルありがとうね。罵倒へのカウントダウンじゃねえよ。あ、複製弦が届きました、おめでとうございます。うん、なので、本日のゲームは、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、これここがトップでいいんかな。なんかね、久しぶりにこのゲーム起動したんすよ。したっけさ、全然見たことないようなゲームになっててちょっと焦ってんのよねちょっとゲーム画面いきましょうか。はい、こちら。あ、はい、全然違うのが出ましたよ。全然違うのが出ましたよ。こちら、こちら、こちら。シュ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 。はい、こちら。はい、出ました。クッキングシミュレーターです。クッキングシミュレーターですよ。これね、私、前回起動したの、いつだろう。ほんとなんかね、多分クッキングシミュレーターできたばっかり、あたりだったんですけど、あね、様変わりがすげえの。どうしよう。全然やったことないゲームになってて、びっくりしたんだ。ね。あ、シュミレーターじゃなくてシミュレーター。どっちでもいいじゃないですか、そんな。ドルチェとデザートの違いじゃないですか。違うけど。全然違うけど。どちらでいいじゃない。ダメ？ダメか。そうだね、ダメだね。はい。というわけで、あ、ぴょんさんありがとうございます。あ、さん付けしちゃった。ぴょんありがとうございます。秒読み。罵倒秒読みじゃないが。料理するんですよ。します。今日は皆さんのために、部長として、ご飯部部長としてしっかりとご飯を作っていこうと思います。そして私の、左隣にございます、このカウンターが、登録者人数になっておりますので、そちらを皆さんと見守りながら、ゆっくりと、料理を皆さんとね、おごそかに作っていこうと思います。おごそかにですよ、皆さん。ルッコラありがとう。4万人おめでとう。仕事だからフライングありがとう。22時まで4万人いけなかったらみんなあれだぞ。また戻ってくかな。誕生日配信終わって、2時とか3時からまた3万人生まれまでの耐久配信だぞ。はい。ね。ということで。あと、それからいたずらはなさらぬように。カウンターを、減らしたり増やしたりとかって、なんかふざける、あと今いけないことを言おうとしました。ふざける方がいらっしゃるんですけど、どうやらなんか減らすと、バンされるそうですよ。増やしたり減らしたりふざけてるのバンされるらしいんでね。皆さん気をつけてください。六五ありがとう。料理してくださるんですから、ご飯、ブヒーです。ありがとうございます。なので、増やしたり減らしたりとか、他の配信でもやらないようにしなさい。ね。なお、ありがとう。うん。ふざけてるとマジやばいらしいから、他の配信でやるなよ。特に他の可愛い子ちゃんとかでやるなよ。ここで覚えてけ。他のところの可愛い子ちゃんのところでするな。
ね、ここで学んでいくようにみんな。いいですね。変なカウンターがニョロ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 なんか鳴り出したら、みんな、どうやらふざけるとバンされるらしいぞってちゃんと言うようにね。はい。本当らしいんでね。これ私もさ、前回さ、やったれやったれって言ったんだけどさ、冷静な人が、いや、どうやらバンされるらしいですよって言われて、え？ごめんなさいってなったんで。ね。はーい。私たちも学んでいきましょう。私も学んでいこうと思います。ということで、では、やっていきましょう。ちょっとね、音楽を、消しまして、あ、山口ありがとう。食費代ありがとう。かかんないけどね、これはね。そしてこちらの、久しぶりだな。この音楽よ。ハロー、グッラック、グッドラック、センキュー。ね、アクセル、センキュー。そこ、高評価入れるとこじゃないけど。じゃあ、参りましょうか。新しいゲームでいいよね。ピザとかできてるの見て見て見て。ピザ、ケーキ、クッキー、おかしくない？おでに天気、材料費かかんないけどね。ボンジュー。ネキはね、これを、何ですか、ゲームが、配信が始まったばっかりの時にしたっきりなので、ほぼしてないです。なんかね、2019とか書いてた気がする。開いた時。ね。タスありがとう。食事代はいらないよ、これは。こんばんは。じゃあ、どうしよう。キャリアモード。ね。究極のチャレンジとか、料理学校とかいろいろあるんですよ。若干悩んでるんです。習った方がいいかな。やり方忘れてるんですよ。やり方忘れたままやるのも楽しいじゃないですか、正直。ともありがとう。そして、ソッキーもありがとう。味見代。すごいじゃん。味見に金払うの？出遅れました。4万万人って呼んじゃったけど、何これ、4万の上だ。もう数えられない登録ありがとうございます。ねもねももありがとう。人件費。私の人件費ってこと？全も39873人おめでたい。ありがとう。ね習わずに、ちょっと一回さ、習わずにやってみていい？いや、習わずにやってみたいじゃん。カイネありがとう。よし。しかもモダンっていう私の知らないさ、なんかあれがあんのよ。ステージがあんの。ね、トッピング大、ニシンありがとう。今日肉食べた？今日肉食べた？豚肉食べた？セリオもありがとう。火災保険代どういう意味だ？どういう意味かね？初音ありがとう。ドリンク代もありがとう。ケーキもあ、ケーキ作る？いいね。いいね。トリュフオイルないのに大丈夫。確かに、お会計、タスはもう食べ終わったみたいですね。習わずにやれるのはニュータイプだけだよ。あ、私のことですね。わかりまーす。はーい。やったね。キニュータイプだからできる。桜川ありがとう。そしてデーモン夕暮れもテンキュー。なんだよ、ネキが手を切る前提なんだい？厨房は戦場。どういう意味だい？ね、これで、いや、もうネキニュータイプだからさ、すぐできるわ。こんネキいらっしゃい。ね、今からでも入れる火災保険があるってま。胃薬代、お、どういう意味だ？サンコロシオ、天球、AF もありがとう。4兆人撃破、おめ。4兆人も撃破してしまった、アンネキ。さ、ちょっとね、ローディングは長いと思います、うるさいな。なんで音上がったね、今。音上が、あ、はい。あ、あら、おしゃれな。あら、おしゃれ。あら、その、地震、どっから来るのか。なんだ？いいでしょ？いいでしょうか。ちょっと待ってね。よいしょ。おでにもアロエ代。どういう意味？胃薬ってこと？ちょっと待ってよ。これどうやって進むの？ちょっと待って。マウスがなくなった。あった。あ、これですね。あら。あ、待って、大変です、皆さん。音楽がありませんね。ちょ、音楽探してくるわ。ちょ、どれがいいかな。ないねー。何もないですね。これでいいじゃんね。あ、これいいじゃん。で、本日のお料理をしていこうと思います。皆様、本日はよろしくお願いいたします。あ、ガソリンのおやつでありがとうございます。ありがとうございます。どうも皆さん。ちょっと待ってくださいね。マウスカーソルがどっかに行ってしまうんです。あ、ありました。
イリアありがとう、そしてパンクマもありがとう。いっぱい登録したいけどアカウント1個しか、ごめんなさい。あのそういうあの数合わせを必死こきたいわけじゃない。大丈夫ですよ、大丈夫です。あなたはその1つの1個のアカウントが大事なんです。ありがとうございます。そしてトモありがとう、ウーバーイーツでありがとうございます、センシティブガンダムもありがとうございます。さあ行きましょう。すごいねこれ、水、赤ワイン、すましバター、すましバターね、3分間クッキング、てってれてて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 、すごいリンゴある。ちょっと本当に何にも考えずに来てしまったね。ね、食材高丸ありがとう。あこっちは、あほらみんな大好きな、ほらなんかパスタあるじゃん、ペンネ富士り何食べたい、みんな今日何食べたい。今日みんなのためにちょっと料理作っちゃうぞ。料理、あ、どうの、ここ開くぜ。やっべ、肉、肉、肉ある。ココナッツミルク、チキンブイヨン、え、やっべ、ゴルゴンゾーラあるわ。みんな、なに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 、すき焼き、牛丼、目玉焼き、あ、いいね、目玉焼きいいね。食べれるもん、どういう意味だ。卵どこ、卵2箱、あ、2箱いいね。じゃあ次台所行ってみましょう。すいません久しぶりなんでね、ちょっとちょっと待って、おしゃん、おしゃんだけど、これ待って、包丁、おしゃん、キッチンで道具を正確に使うことは非常に大事です。シフトを長押しすると現在手に持っているものを別の方法で操作できるようになりますってこと。高度な操作、あ、あ、はいはい、あ、なるほどね、うん、あ、あ、あら、あ、なんだ違うじゃん、卵焼き器かと思ったら違ったわ。なんだ使いね、あ、違う、待て待て待て、今なんか調理器具を投げたような気がしましたが気のせいです。皆さんちゃんと置きます、はい、あ、ラジオ聴けるってかな、ごめんネキさん、なんかいつもの曲じゃないと寂しくなってきちゃったから変えるね。なんだろうねこの気持ち。ちょっと待って、またマウスカーソルなくなった。これなんすか？これ、なんすこれ？え、なんすこれ？ヘラ。なんす？え、なんす？止まったっす。止まったっす。え、なにこれ？止まったっす。なんこれ、怖っ。電子レンジだ、みんな電子レンジクッキングならすぐネキにもできる。へえ、ホットプレート、これは、これは何、物理法則どうなってん。カザニさんいらっしゃいね、ホットプレート、これ何、これはあれだ、グリルだ。え、これ前の方が分かりやすかったかな。あ、ここ、え、IH じゃん、 IH じゃないですか。あらー、あらー、なるほどね、うん、あ、まな板ございます、まな板ございます。ではまずちょっとじゃあクッキングしていきましょうか。じゃあもう一回ここがチャカチャって開けてね。卵ありませんか、ありますか、ありますね。あ、違う、これモッツァレラチーズだ。モッツァレラチーズとかも最高じゃん。なに、卵ありましたね。え、一個しか持てへんの、一個しか持てへん、なんかザルみたいなのないの、あ、ないんだ、あ、だってどうやった他に置き方ある、違う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 、置き方ありますかって聞いてるんですよ。あ、置ける置ける置ける、なかったことにしよう。違う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 、やりやがったじゃない、君残ったよね、確かに君ないじゃん、君がなかったですよっつう、ね、これは違うんです。ここで焼こうぜ、焼けてる、うん、ちょっと試しにさ卵から割ってみよう。いいで、いい、え、え、空中で、え、はい、あ、
取れそうだった。ちょっと待って。今一瞬取れそうだった。ちょっと待って待って待って。みんなネキを信じて。ネキを信じて。今ちょっと頑張って取っから。今取れそうな瞬間あったよね。そこ。ここら辺。俺、何と戦ってんの？ここだ。ここ。やった！取れた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 。いけるいけるいける。で、シフト、高度な操作。できますできます。こう、あ、なるほどね、こう、こう、ああなるほど、なるほど、高度な操作できますよね、君も。開けてください。あ、皿取ってこなきゃ。やだもう、やだ私ったらもう。ちょっと待って、皆さんごめんなさい。ちょ、お皿取ってこなきゃ。どこかな、お皿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 。これでいいかしら。いいわいいわ、これでいいわ。よいしょ。ね、はい。焼けた？焼けたの？焼けてんの？焼けてんのか？え、これ焼けてる？これ焼けてる？これえ、焼けた？これ、いや違う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 、ちょっと待って、ちょっと一回ごめんなさい。ちょっといいですか、ちょっと一回。なんか私が知ってる料理と違うんだよな、どうやら。ちょ、ここにさ、あっいや違う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 、こうゴミ箱どこ、ゴミ箱あ、これか。あー、いいですね。ゴミ箱があるってすごい素晴らしいことだよね。違う、これは僕が悪いんじゃなくて、物理法則のめちゃめちゃなゲームが悪いのであって、これ僕のせいじゃないじゃないですか。聞いて、やっぱこのモダンな雰囲気が良くないのかな。なんか私のいつものなんか前にやってた、こうなんだろう、クッキングシミュレーターとやっぱ様子違うもんね。ちょっと、よいしょ。ちょっと今、あくまでこれゲームですから、食べ物を粗末に している感じに皆さんには見えてるかもしれないんですけど、すげえ、モダンがモダンすぎるもんね。え、鍋あるじゃん。置くじゃん、うん、置いて。で、これはもうどうしようもねえんだね。ホラーゲームより怖いって何？あ、ほらほらほら、見て見て、バーガーある、バーガー、みんなバーガーある、みんなバーガー好きじゃん、みんなバーガー肉好きじゃん、バーガー肉好きだもんね、みんな仕方ないな。よし、焼けな、焼いてんじゃん。ソルト、ソルト、ソルト、ソルトがあるはずなんですよ。ソルト、聞いて、何、トールドが視聴者ありがとう。あれ、どこ行ったっけ。あ、これは塩コショウ、白コショウ、白コショウ、白コショウ、さっとね、さっと戻って、でもこれっすよ、うん、塩どこ、塩どこ、塩、あー塩、くそ、塩がねえんだけど、塩、まあいいや、まあ、塩とかええやろ。おいで、てかさ、バーとか出てなかった前ね。え、違うって、どう違う、はぁ、え、今ネキ何した？焼けてんね、焼けてんね、焼けてんね、これ焼けてんね、焼けてんね、焼けてんね、これよく焼けてんね。うん、サラダね、サラ置くね、ここにね、置いて、ちげえよ。オッケー、よし。塩どこ？塩だからどこ？超塩。違う違う違う、塩。暴走クッキング、誰が暴走クッキングやねん。
全然そこ落ち着いてるでしょ。塩男ですか。あ、ここら辺。あー、そんなよく使う塩こんなとこに置いてねえ、ちょっと良くないんじゃないですか。はい、シャ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 、あ、いいじゃないですかねえ。戻ってぶん投げろ。よしね、こうですよ。え、こう卵の殻？なんで卵の殻ある？はい。皿はまだまだたっぷりありますからね、皆さん大丈夫ですよ。皿はね、あらあら、これをこう、ほら、できた。はい、できた。ほら、みんなよかったね、ほら。はい、みんなね、はい、乾杯。ダメだダメだ、あの、違う、だから、ここは慣れてないのね、ここは慣れてないの。だ、ちょっと待って、ちょっと目に戻るの。はい、こう、やってらんね、やってらんね、こんなゲームやってらんね、ちょっと、だから、ちょっと待って。いや、いい、違う。これを、キャリアモード、じゃない、何？ピザ作ったら絵があるな。な？ピザ。何がいい？みんな何食べたい？だこれがさ、あの、チュートリアル？違う。サウンドボックスで、モダンだから良くないんだよ。これを元々の、その、クラシックに直せばいいんだから。え、そう、モダンがね、ちょっと合わなかった。なんで登録者変の？おかしいでしょ。何かいい？ピザ？ああ、ピザ？次、じゃあ、じゃあもう一個作ったらピザ作ってもいいよ。ごめん、ぶっちゃけどうやってプレイしたか覚えてないわ。アキラもありがとう。グラータン。あ、いいね。なんで一回音楽になって止まるんだろう。気になるわ。なんか音楽ない方がいいまで、もっとおとなしいやつがいいな。あ、いいですね。あー、素晴らしい。この音楽です、やっぱ。行きましょう。パパ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 パ、いやー、やっぱこれだよね、これ。僕はこれを待ってたわけだ。ほら、もう何がどこにあるかわかるもん。わかんないけど、何がいいかな。今日は何作っちゃおうかなね。ビールの樽。え、ビールの樽とかある。ちょっと待って、どこ、コップどこ。え、ビール飲みたい、ネキ。ちょ、ビール買ってくればよかった。ちょっと待って、ビール、あれ、コップね、コップどこ。え、何で飲むの。直で。え、マジでコップないんだけど、どこ。もういいや、皿でいいや。これでいいじゃん。これでいいよ。これで。ねえ。で？よいしょ。こう。これを。こう。うん。はい。ねえ。おめでとう！乾杯！ちょっと待って。
クール。よかった、ゴミ箱。近くてよかったね。いや違う、こんなにわざとやってないこともないってびっくりしちゃった、自分で。びっくりしちゃった。すいませんでした、ちょっと。どれだけ作れると思ってなくて、いやマジでこれからどうやって飲もうかなって、これから面白くしていこうって思ってた矢先だったんですごいショックというか嬉しいというか、ショックというか、あれどこだっけ、あ、これだこれだこれだ、あ、大丈夫ですね、酔っ払ってないです、酔っ払ってねえよこれ、こっからこぼしてんじゃん。まあね、ちゃんとね、私はね、前の時にね、ちゃんとお掃除もしたことがあるんで、ちゃんと掃除の仕方ぐらいわかりますね、綺麗にしてね。違う、今はこう皆さんに料理を作ろうと思って、それちょっとビールがあったからいっぱいいただこうと思っただけじゃないですか。よいしょ、うん。ちゃんとして、ちゃんとしてね、気配、ちゃんとこれ持って、ここに、はい、備え付けて。へえ、ビールとかあるんだね、これは何？あ、好きなもの買えますよ。うん、わかりました、いりません。ここに全部ありますから、ほら、もうほら、よりどりみどり。何作ろうかな。パンとかもあるんですよ。確か。ね。何でもかんでもございます。前もこぼした。いや、前は違います。チュートリアルがあって、ね。チュートリアルがあったんよ、前。そういう、掃除してくださいっていう。アンチョビもあるもんね。調理器具。スパイス、個人的、お、料理本ありますよ、料理本ね、ハロウィンのキャンドル、ハロウィンのキャンドル、クリスマスの髪飾り、髪飾り欲しいですね。はあ、こりゃ来たね。やっぱみんなさ、今日はさ、ネキのさ、その記念すべき、その4万人になる記念っつうわけでさ、やっぱこういうのも置いてないとダメなわけよ。こうね、あ、思ったよりちっちゃかった。思ったよりちっちゃかったです。はい。ここに置きましょう。ダン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 。タン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 。ネキも、もしかしてメシバス、誰がメシバスやねん。違うよ、のまり。でも、現実的、ハロウィンの、いいっすね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。よし。これ、どんどん行こうよ。どんどん行こう。え、もうないの？ガスバーナー。あ、ガスバーナーで火つけないと。これ、これの火つけないと。これ、ここに、スイッチ、オン。火つきました？火つきました？ん？つきませんよ。ん？しゃがまないとダメ？ん？しゃがんで。火つかねえんだけど、全然。気付かねえな。え、じゃあ何のためにあるの？これ火つけるとか、あ、なんだ、これはこれで火つけるってあるんだ。あ、なるほど、なんだもう。なんだ、もっと早く言ってもらわないと。はい、あ、こう、あ、いいじゃん。ちょっと、すげえ楽しくなってきて、ちょっと待って、ごめんなさい。違う、これを、すごい、たくさん欲しいんだけど、できるだけたくさん欲しいんだけど、え、なこれ、こんなことある？ほら、やばい、超可愛くなるじゃん。やだ、可愛い。え、もう、え、みんなと楽しくパーティーしたいから、すごいなんか盛り、今日盛り上げてこうね。はい、やば、すごい盛り上がってきた。どうしよう。え、もっとなんかすごいいいのないの？あ、全部これ一緒なんだ。へぇ。消火器とかもあるけど。あ、爆竹。やっぱ爆竹よね。そうよね、わかる。すごい、もうなんかもうやったれって感じ。やったれって感じ。やったれって感じ。あれ、なんか、私が思ってたちょっとあれと違うな。スツール。スツールとかもある、みんな。カメラとかもあるけど、どうする？ガス容器、スポンジ、ガスバーナー、爆竹。へぇ。すげえいっぱいある。え？なんで爆竹あんの？わかんない。なんでかわかんないけどある。なんでかわかんないけどある。え？すごい、起爆。ドーンっつって。それから？バーン。なるほどね。わかりました。
わかりません。全然わかりません。とりあえず片付けようと。ダメだわ。もう片付かねえわこれ。あ、でも高度ななんちゃらすれば。めんどくさい。めんどくさい。もうめんどくさい。もうこれいいや、ここで。これいい。もうこれいい。まあ。しようね、みんな。ないしよう。ないなー。何でしたっけ、あれですよね、本日は皆さんと一緒にお料理を作っていこうと思います。はい。何したい今日みんな。あ、なんかいっぱいあるけど、そう、だみんなと一緒にちょっと作っていこうと思うの。いや、これ大鍋ここで、つうかボールとかないの。ああ、ここにフライパンじゃん。鍋。まずさ、こういうのをさ、ちゃんとさ、どこにあるかっていうのを把握していこう。まず。久しぶりだし。これ何？バケツ。はい。ボールないのかな？オムライス。あ、いいっすね。オムライスいいと思うな。ねえ。なになに？豚ありがとう。火遊びする前に火災保険入って。タソもありがとうね。なになに？紹介にご飯。でもご飯、ライスとかあんのかな？てかこれもうやばくない？ちゃんとして。あ、やべ。違う。こう。で、こうね。よしよし。ボールないんかな？え？あ、これは？鍋。え？あ、ここに、なんかある。え？開けないのこれ。開けないって。ゴミだ。見れないならただのゴミじゃん。戸棚の中。戸棚。あ、ここか。ない。ないです。ボールとかあってもいいのにね、もうちょっとね。まあ、いっか。鍋でやっちまおう。いやゴミ増やしてんのはね、昨日に誰がやねん。じゃあ、どうしましょうかね。あ、これはハンバーガーバンズなんていうのがあります。皆さん見てください、バーガー。皆さんお好きでしょ、バーガーね。バーガー好きだもんね。うん。バーガー作っていこうか。ね。うん、バーガー作っていこう。いいよ、バーガー。バーガー好きだもんね。バーガー。いや、どっかに。どっかに今なんかあれしてたけど、ね、こうして、で、なだからあれでしょ、玉ねぎですよ。なんかもうすでに皮がむけてますけれども、で、あと、あ、普通のパンもある。月見バーガーいいよ。月見バーガーいいよ。月見バーガーだから、普通に、バーガー肉でしょ？バーガー肉。バーガー肉。めちゃ。バーガー肉でしょ？あと何がいいんだ？あ、チーズって、チェダーチーズとヤギチーズしかないの？豚。これでいい、うん、はい。あん、ネキ頑張って、ありがとう。ご飯もうすぐだよ。いいのいいの。海外っていうのはそういうもんだ。海外のキッチンっていうのは、あれだから、直置きするのが当たり前だから。あ、やべ。卵ください。卵。
あ、つや姫を食べることを許しましょう。ツッキーもありがとう。とある動画視聴者もありがとうございます。これラディッシュ、あ、ラディッシュもいいじゃん。あ、モッツァレラチーズでいいじゃんな。なあ、え、なんでみんなちょっとなんか引いてんの、おかしいじゃん。こんなにもネギがね。で、まあうちはあの基本的にはオリーブオイル派なんで、オリーブオイル探すんですけど、オリーブオイルどこですか。オリーブオイル、アボカド、あ、ありました、オリーブオイルね。オリーブオイルやります。オリーブオイルここ置く。違う、なんか物理演算が間違ってんだよな。私悪くないもん、今の違う、ちゃんと置こうとしたもんね。き、丁寧に置こうとしたもん。ほんとだ。ちょ待って、あれ、てかさ、これ一個一個じゃなくてたくさん持てないのかな。持てないんだ。もうぼなんかゴミ箱をこっちにも来いって感じ。こんばんは。あれおかしいんだよね。ちょっと待って、ちょっと今買うから、オリーブオイル、液体、オリーブオイルください。オリーブオイル、そう、これです、ありがとうございます。で、ちょっと待って、ちょっと待って、置くって、置くんですよ。置きたいんですね、木は。こうですか？え？こうですか？え？ん？こう。こう。ああ、わかりました、わかりました。ああ、もう完璧わかったかも。ちょ、ちょっと待って、一回ちょっと掃除させてください。じゃ、ああ、もう！なんでこっから動かんの？こっち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 。こっち、はい、よくよしよしよし。よし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 、犬ですね。はい。で、うん。こんばんは。ネキお腹すいたよ。待って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 、今作ってるでしょ？ネキ作ってるとこでしょ？ね、冷凍。あとは、ケチャップとか用意するから、ちょっと待って。ケチャップ、あと、ケチャップ。置きたいんだよね。はい、いいでしょう。カチャッつった今。え、ケチャップそのなりでカチャッつった今。びっくりしちゃった。カチャ、はい、カチャ。ね。バーベキューソース。いいね、バーベキューソースもいいじゃん。醤油、ライム、白ワイン。結構ありますね。へぇ、水。あ、水。水あるんだ。へぇ。水道水じゃダメなんだね。で、まずね、玉ねぎを切っていきましょう。はい。輪切りです。なにこれ。あ、こんなことも。へぇ。こう。こう、あー、え、これほんと玉ねぎ、え、ちょっと待って、そもそもこのさ、いや、トンじゃなくて、ちょ戻してもろて、この玉ねぎがさ、捨てろ、この玉ねぎが横になった時点でもう僕の負けじゃんね。ここにこう回転させて、そもそもこれ焼くのかな。ね、チャンネル登録ありがとうございます。しょ、これ焼くんかな、焼くんかもしれない。ちょっと焼こう、しっかり焼いていきましょう。あー、もうこれ、これでいいんじゃない、もうこれで。あと塩コショウとかも用意しましょう。ちょっと待ってなさいって、みんな、塩です、塩、はい、ね、
胡椒を両手使えよ、両手を。まあ黒胡椒でいいでしょう、黒胡椒が美味しいですから。 OK ね。なんだったらパンだって焼きたいぐらいですよ僕は。なんこれ、シナモンスティック、へえ。あと何がいい？てかレタスどこよ、レタス、レタスねんかい。ハラペーニョ、え、レタスは？レタスないの？紫キャベツいいですね。紫キャベツ、いや紫キャベツってのはいいんじゃないか君たち。紫キャベツってのは実にいいんじゃないかねえ。思ってた切れ方と違う。いらっしゃいませこんねっきー。なんか私が思ってた切れ方と違うけど、まあ、いっか。あ、まあ、いっか。へえ、こんな風になってんだね今ね、クッキングシミュレーターってせーなんかね。はい、いいでしょう。うん、いい。堂々としてるじゃんねっきー、ネギバンバン捨てるじゃん。じゃこれをレタスの中にここに乗っけますよ、ここにね。ね。こう。ね。こう。はははは。で、次が、これですね。これを。なんでパン下に下ばっかりあるの？ちょっと待って。皿が必要だ、これ最初に。皿が必要だわ。まずお皿です、お客様。まず皿っすよ。まず皿。ね、皿。こう。で、このパンを、ここに置くんすよ。そう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 、いいじゃん。で、紫キャベツを、やっぱり皆さんにはね、健康的になってほしいですから、こう、野菜をね、ちょっと取ってほしいんですよね、今は。リスナーに。わかりましょう。コンビニ弁当。ばっかりじゃなくね、こうですよ。ここできてる、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 できてんの。ここい、あ、もう何だったらいいじゃん、これで。これもできて、切れてんの、切れてんの。待って、切れてんじゃん。これ回転させんじゃん。あれ？違う。ヒュンっていちいち言わなくていいんだよ。そんななんかわざとらしくね。もっともらしい音立てなくていいんですよ。なんかちょっとこの玉ねぎがさ、この玉ねぎがちょっと悪さをしてますね。違う。もうイライラすんな。ちょっと待って。こう。よし。で、まず落ち着くんすよ、まず。でも、青くだね。まずこれを、こう。で、オリーブオイルを、蓋を、ピを開けるじゃん。で、こう。向けて、あれ？ね？こう。
こう。ね。で、これを、に、ちょっと待って。あいつどこ行った？フライ返し。フライ返しの民どこ？フライ返しの民。あったわ。フライ返しの民ここだわ。一回、一回置かせて。置きたいんだけど一回。まあいいや。じゃあもういい。違う。あ。ちょっとね。焼くっす。焼いてるっす。ね。焼いてるっす。で、塩コショウするっす。塩。胡椒こうシュッ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 つって最高。はい次、塩あーもう最高最高最高、塩気最高。はい置いた。もどもどおかえり。こうさあバーガー肉がこうほらできてくるでしょう。こう焼けてますから。多すぎないの、もうこのくらいでいいっす。何言ってるんですか。しょっぱいのがいいっすよ。そしたらひっくり返して。回転。違う。回転。はい。あっもう違うんです。やっぱね、やっぱダメなん、やっぱネキのなんかあの才能にね、そのついてこれないんだよ、あのあれが、あの世界が、そのこれいらないのか。卵どこ？卵あった。割って。あったか？そしたらここにこう、よし、火つけろ。ほらまたこれだからさ、ほんともう焼けてっから。やべ、塩コショウすんだよ今から。塩コショウするんです。焼けてんじゃねえの。うん、違う、ヘラを投げるな、ヘラを。あ、でもいいや、いい感じだ。次だ、うん、これもちょうどいいじゃん。で、これをコードに回転させて、こう、ほらよ、ほら見ろ、ほらみんなどうだ。お料理のこんな感じ。何ってもっとネギは普通あれよ。大丈夫。でこうてん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 。美味しそうでしょ。ほらほらね、分かってもらえればいいんですよ。あとはもうこのバーガー先生が床にあるのは何？何でもないよ。何でもないです。押し来た。どう？ここに。違う。思ってた出方と違う。
上ですよ。ほら、ほらみんな上だ。みんな待ち焦がれたバーガーの上だよ。これをここにこう、ほらできたみんな。あ、バーガーだよ。ハンバーガーできた。ハンバーガー。うるせえ、これやろ、もう。もう、あったあったあった、ちゃんとちゃんと分かりましたよ。みんなが求めることをすればいいんでしょ？分かってます。ビールをね、まず煮立てます。ビールを直接火にかけますね。はい。かなり強火にかけてください。ね。はい。ね。で、かなり強火がいいんで、ちゃんとバーナーを使います、バーナーを。ここに。はい。このようにね。さらに、どうでしたっけ？ございましたね、ここにね。いや、もちろん皆さんのね、期待はね、決して裏切りませんから。どこだっけ？その他だっけ？はい、こちらね、ガスバーナーもございます。はい。あ、いや、間違えましたね。はい、こちらの方でしっかり炙っていきますね。スイッチオン、はい、ここに、炙っていきます。これどのぐらい炙るといいんだっけ。これさ、ここに入れるんだっけ。ここの中さ、突っ込むとさここの中突っ込んでた気すんな。よしよしよし、あれ、あれどういうことでしょう。なんか燃えてます ね、 せっかくなんでね、くべていきましょう。こりゃよく燃える。燃えてんね。これもさ、こっちじゃなくてこっちくべた方が早いわ。よいしょ、はい、燃えてんね。燃えろよ。は？おい、何火消してんのマジで。あー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 、がっかりです、がっかりです。ネキがっかりだ。あ、爆発したみんなごめんな、爆発するわ。あらら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 、あららら、大変なことに。はあはあ、またやってんね。ニケニケありがとう。カツベベもありがとうね。やっぱちょっとね、このゲームさ、なんか大変なんだよな。カメラ写真撮るじゃん。ね、これ。そうだな。フレームつけようか、じゃあちょっとね、綺麗な。どうしようかな。フィルター強度。すごいいろいろできるんですね。フィルター、あ、こんなことも。あら、すごい。え？はい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 。それから？フレームはなし。はいはい。設定、P。P って何ですか？ P。はいはいはい。スクリーンショット。カシャ。はい、撮りました。素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。でも、もうやめたいんですけど。やめたいんですけど。やめたいんですけど。シフト。いや、違う。え？やめたいんですけど。終了したいんですけど。終了したい。終了したい。終了。終了どうやったら、あ、終わりました。まあいいや。ああ。やってらんねえなー。なんか久しぶりにこうちょっとさ、なんかさ、料理作ってみんなのこと楽しませれたらと思ったけどさ、やっぱ難しいね、料理ってね。いちいちもうさ、なんか火災報知器が鳴るんだよ。じゃあちょっとね。さすがにちょっと人様に対して失礼ですから、ちゃんとしましょう。やっぱりね、こうね、ピザ、
ね、ピザやりたいねんな。ピザ。今日はね、特別なお祝いの日ですから、4万人になるということでね。月ありがとう。そしてテーマありがとう。燃えてんね。綺麗だね。ありがとう。無限ループって怖くで、ね。チェルルもありがとう。ニケニケもありがとうね。あ、ニケニケは読んだわ。ありがとう、みんな。うん、うん。ハンドでいきますよ。違います。これ聞いてください。みんな、ちゃんと聞いて。チュートリアルがある。チュートリアルが。チュートリアルがあるから大丈夫。ね。まずキッチンに謝ろう。キッチンさん、ごめんなさい。次はちゃんとやります。さっきの火災？何かありました？うちはピザ屋ですよ。ほら、マルゲリータ。やあ、パパペーペのピッツェリアへようこそ。君はなかなか見込みがありそうだ。だから私の知っている秘訣を伝授。ちゃんと言えたじゃねえか。T を押すと進めるよ。こんなことはもうしてだろう。まずは基本を採用。仕込んでおいた材料からピザを作ってんだ。正直言っていいですか、チュートリアルめんどくさそうだなって。なんであの人のさ、あのチュートリアルをいちいち聞いて、そんなのが、うん、俺の自由なピッツァ作らせろっつう話なんですよ。なんで俺がこんな誰かのさ、その敷かれたレールの上でな、走らなあかんねんっつうことなんですよ。そう、まずこれ、やだ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 、ピザモードのチュートリアルとかやだね、聞きたくない。ピザの作り方も知らねえくせに。確かにな、確かに超便利ですって言ってんもんな。でもね、ネキね、万能小麦粉、強力粉購入しましょう。まず、だ分かってますよ。まず多分強力粉使うんすよ。回転させて出せよ。出ないんだけど。え？あ、これ食材入れがある。食材入れあります。え？邪魔なんだけど。うん。イースト菌、あ、イースト菌払いましょう。買いましょう。イースト。これイーストじゃなくてコンソメなんじゃない？コンソメでしょこれ。コンソメだよなこれ。え、コンソメやんけ。スペルト小麦だから、これをここにこう、おじさんちゃんと教えてください。正直すいません、私が悪かったです。あの、本当にごめんなさい。あ、違うんですよ。あの、もしかしたらもっと簡単かなと思ったんです。そしたら意外と難しくて、ちょっと分かんなかったです。すいませんでした。あの、ちゃんとしようと思います。はい、マルゲリータですよね。はいはい、マルゲリータ、はい、お願いします。はい、まずは基本を採用。はいはい、そうですよね。はい、まずピザ生地の作り方っすよね。そうっすよね。はい、生地を作るためには練り粉を伸ばさないといけない。そうっすよね。わかります。はい、え、はい、え、開くんすかここ。ナポリ風の生地を取る。ナポリ風の生地ってどこですか？すいません、ナポリ風の生地を教えてもらっていいですか？え？ナポリ風の生地どこですか？ちょっと、ナポリ風の生地ってどこですか？ナポリ風の生地を取ろう。これなんすか？え、意味わかんない。ナポリ風の生地を取ろう。扇風機ですよね。ナポリ風の生地。ラジオですよね、これ。水差し。え、こっちから、あ、こっちかも。あれ、こっちかも。
あ、なんかさっき気づかなかった。え、オシャンティ、え、食材入れを入れてください。え、待って、青いのある。これ何ベークボードに置いてくれ。ベークボードに置く。ベークボードって何？え？ベークボードってここ？はい、置いた。ベークボードってどこ？ベークボード、ここ？違う？ここ？違う、オープン。ベークボード、ごめん、ベークボードをまず押して、あ、ここですか。はいはい。料理ビューを開きます。え？すごっ！いや、もう私めっちゃうまいじゃん。ちょっと待って、天才じゃない？はい、 W を押して、はいはい、 W 押して、その話はもう少し後にしよう。 W を押してっけど、さっきからずっと。ねき、さっきから W 押してんのにね、このおじさんのね、仕入れの食材入れの棚ビュー、食材入れの棚ビューってどこっすか？食材入れの棚ビュー、あ、ここか。へえ。マリナーラソース、え、ソース伸ばして、あらららららら、え、さっきまでのゲームと同じゲームなんですこれ。はいはい、そしてそしてモッツァレラ、うん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 、はい、で、え、あ、違う、間違えた。あと何があればいいの？あれ、やったけど、おじさんの言うこと聞いたよね、キ。W 押して食材入れの棚ビューって何？あ、これだ。あ、ごめんおじさん、ごめん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 、おじさん、おじさんごめん。へえ。おじさん、W を押しても何もならない。おじさん、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 あ、それでいいんだ。あ、それでいい。あ、そうなんだ。へえ、キュートいいで、チーズをなんかいろいろできるんだって。へえ、へえ、なんかね、違うこといっぱいしたみたいだけれども、ハーフポットピューに切り替えられる。はい、でハーフポットの上で押したよ、いっぱい押したよ、おじさん押したよ、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 いいかこれで、いいかおじさん、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 こんにちは、いらっしゃい。ハーフポットの上でこれを押してくれって言われても、へえ。おじさんが何言ってるか、ちょっと日本語が分かんないんだ、ごめんね。おじさん、いい？もういい？いい？おじさん、もうおしまいにしたいんだけど。え、何？バジルの葉？バジルの葉がいいだろう。はいはい、ハーフ、あ、バジルの葉が言ってたのね。どこ？どこおじさん、バジル。バジルどこおじさん。おじさん、これバジル。新鮮なバジルだ。倒産しないように頑張りましょう。何言ってんの？何言ってんの？何言ってんのおじさん。おじさん、何言ってんの？違う。新鮮なバジルを。おじさん、おじさん、バジル、バジルちぎりたいけど、おじさん。おじさん、おじさん、バジルのね、取れ方が異常。お
じさん、バジル。おじさん、なんかネギ間違えてたの、おじさん。これだよね、これ、これで、こう押して、え？ハイライトされてるよね。ハイライトされてない？あ、こっちか。おじさん、嘘つき。嘘ついてない。おじさん、嘘ついてなかった。ここね、ここね。あ、なんだ。え、同じじゃん、結局。同じじゃん。え？で、おじさん、どうしたらいいの？おじさん、どうしたらいい？押したよ。押したよ、おじさん。おじさん。おじさん。おじさん、違うと思うな、ネギ、これ。ネギ。山、もうちょっと、あ、ほんとだ。それどころじゃなくて、全然、コメントも拾えてなくて、ごめんなさい。おじさん。え、視点変える、視点変える、どうやって、あ、こうやって、料理ビューにならないんだけど、こう、ハーブ選択、あ、こういうことか、はい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 、日本の通りにピザに置こう、うん、ちょっと待って、これ邪魔なんだけど、もう一回こうやるじゃん、で、ああなるほど、こんな感じで置きなさいって、ふーん、こう、あー、はい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 、なるほどね、置いたよ、したら置いたよ、ネック置いた、あ、ここにも置けって言われてる、ごめんなさい、置いたよ、あ、やべえ、私ツイッター知ってね、ツイッターで始まりましたって言ってない、始まりましたって言ってない、ちょっと待って、何、あ、リコタンさん、ありがとうございます、手料理が食べれる時ってそうだよ、そうだよ。てか私ごめん、ツイートしてない、ひどすぎる、ちょっと待ってください、ちょっとやり直させてください、今日という日をやり直させてください、あの違うんす、ほんとマジ違うんすよ、皆さん聞いて、あの違うんす、違うっす。ちょ、待ってよ。料理を作るのに夢中になって、なって、ツイートするの、すっかり忘れちゃった。こう、なんかちょっと茶目っ気を出せばバレねえんやろ。いけな、ない。遅刻とか書いときゃいいだろ。遅刻、いけない遅刻。料理を作るのに夢中になってツイートするのすっかり忘れちゃった。始まりました。こんな感じで言っときゃ。よし、わからへんやろ。うん。え、何？トマにもクッキングシミュレーターしてんの？ずるいじゃん、ちょっと待って、今度クッキングシミュレーター対決しなきゃね、よし、でこれで OK でしょ、で何、丸太を取ってくれ、丸太ってどれ、え、丸太は持ったな、あ、あれか、丸太を持ったな、うん、持った、したらオーブンの中で押すんだ、え、オーブン、これか、くべろ、温度計、イラローラ、イラロー、もっとイラローラ、イラロー、イラロー、ネキの肩取るとか言ってた。ね、何、ピザピール、ピザピール、
ピザ？ピザ？ああ、はいはい。これピザピールっていうのはね、スコップっつってんじゃん。もうゲームからして名前取り違えてますけど大丈夫ですか？で、これでピールを持ってピザの上でこうすると、まだフライングじゃん。丸山ありがとう。4万にちゃうわ。ちゃうちゃう。何しとんつってっけど、違う違う。スタッフ。いや、そうはならんやろ。ちょ、待ってやん。ちょ、もか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 。だから、この上で、ピールを持ってピザの上で押すと、なんでそこ開く？違う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 、戻ってきて戻ってきて。びっくりした。ええ、ちょっと待って、なんかね、言ってることが全然違うんだよ。え、ピザを持ち上げられ、え、は、クソかよ。ちょっと待って、ちょっと待って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 、持つじゃん、持つじゃん。この上で、よし、来い、今だ、よし、来た。そして、オープンで、クリック。え、思ったより、なんか、チーズあれっすね、あれっすね。太いっすね。時間が経つとオーブンの温度が上がるから注意しておこう。お、え、温度。なんで拾った？ああ、なるほど、なるほど。いや、閉じて、温度が上がりすぎてるか見て、温度上がった？温度どこで見るの？温度わかんないね、き。ピザが焼き上がるまで待ちましょう。何してんの？いや、ピザ作ってるでしょ、みんなのために。これみんなのために、リスナーのために作ってるのに、ひどい。オーブンの中見ようや。ほら、みんなのために作ってるピザやろう、ピザやろうって何？ピザでしょうがね。メーターみたいなのがついてる。へえ。時間が経つとオーブンの温度が下がるから注意しとこう。ちょちょちょ、だからいい、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 いい。これどうなんだろう、その、開いた方がいいんじゃん。燃やして、くべろ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 。もっとくべろ。緑のとこまでって言ってたもん。くべろ、くべろ。くべろ、くべろ。あ、いいね。くべ、くべ、くべ、くべろ、くべろ、ほら。燃えろ。で、こう持って、で、見て、ピザ生地いい感じに焼けたんじゃん。ほら、焼けたんじゃん。焼けたんじゃん。あ、焼けたんじゃん。まだ？いい？ピザの完成だ。いつでも取り出せるぞ。よし。ビューを閉じる。あ、もうできました。見てください。ほら、皆さん、ほら。美味しくなさそう。美味しくなさそうですね。で、何？ここに？ピザを皿に置いて、ここに。これ、はい。はいよ。あ、できた、みんな、ほら、できた。はい、できた。で、皿を取り。そう。そして、これを前に置こう。はい。どうですか？違う。投げて。え？注文をクリック。こう、これをクリック。はい、できた、ほら。皆さん、どうぞ、お召し上がれ。どうですか？時間がバッテン。うっせえわ。なるほどね。これはもう完璧じゃないですかね、キ。君がちゃんとイタリアンピザを調理できることはよくわかった。そうでしょう。そうでしょう、そうでしょう。次に進んでもらおう。よしよし。はい。そうです。はい。メイン画面に戻ってくれ。何を押して？何を押してメイン画面戻るの？ごめん、何を押す？え、その、てん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 ってやつどこ？てん、ごめん、てん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 どこ？
てん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 。それ見当たらん。ちょっと待って、おじさんお疲れ様でした。誰が、いや、誰がおじさんやねんてね、今日おじさんだったわ。かしゃまちありがとう。てんてりれってん。じゃあいいよ、あのさ、ちょ待って、ネキ、どうしてもその4万人行く前にさ、どうしてもそのケーキだってやってみたいじゃん。ネキ、ケーキ作りたいじゃん。やっぱこう、あ、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。ごめんね、ごめんね、かしわもち。あ、ナンナもありがとうね。それから丸山もありがとう。さっきお名前呼んでなかった気がする。それからマルコも Thank you。 でカルロスもありがとう。 Thank you。 Thank you so much。 ちょ待って、ストップ。違う、4万人をケーキ作って迎えたいんやって。わかる、ありがとう、ありがとう、登録してくれてありがとう、とても嬉しい。でも待って、お願いだから、ちょ待って、せめてメニュー、このタイトル画面で4万人行くのはやめや。いや、タイトル何これ。僕はドーナツの赤ちゃんボーボーだよ。何言ってんだこいつ。このゲームモードの楽しみ方を一緒に教えてあげるね。そうか、よかったな。何これ。自分だけの生地を作ることができます。すごい楽しみだな。オーブンを使う前にまず焼き方に生地を入れる必要があります。ああそうなんだ。焼き方にはいろいろな色や形があるな。そうなんだみんな抜けてくれるじゃん。いいよいいよ、増えていいよ。もう分かった、増えていいよ。すっげえ、ちょっと待って、超楽しそう。ちょっと待って、みんな楽しそう。さあ、お菓子作りツアーの始まりだ。何言ってんだこいつ、ほんとマジで。いやだから、楽しげに増やしたり減らしたりするとバンされるぞってさっき言ったでしょ。大丈夫、みんなバンされて。いいのみんなバンされるよ。いたずらに増やしたり減らしたり、あーみんなバンだわ。あ、君たちバンになっちゃうんだ、かわいそう。お菓子作りのエリアは複数に分かれていて、それぞれ違う焼き回りがあるんだ。へえ、いやマジでバンされ、あーやっちゃった。あーくそだわマジで。いやいや、いい、もう戻さなくていいよもう。なんかお里が知れますね。あー、お里が知れる、リスナーのお里が知れちゃったな。あれだな、あの山形県だな。自分の地元ディスっちゃった。嘘だよ、山形県はお米が美味しいんだよ。知ってる、みんな、山形県はつや姫が美味しいんだからね。どうしろと。ねえ、なんだっけ、どこなさあとか言ったの、このこいつ。唐突な山形です。違うよ、僕はね、自分の地元として山形県を愛してますがな。何、クックペイアプリを使う、いい、なんかよくわかんないけどいいや。そうなんだ、へえ、そうなんだ、そうなんだ、ドーナツあげれるんだ、ふう、そうなんだ、すごい。へえ、それからこっちは何、あん、オーブンで焼くこともできるんだ、そうなんだ。ね、お菓子が出来上がってない。いや、出来上がってない。ごめんなさい。何言ってんだ、こいつ。デコレーションしてみようね。そうだね。そう思うよ、ネキも。デコ、すげえ楽しそう。何ここ。え、何ここ、すごい楽しそう。ちょっと待って。上がるじゃん。何これ。引き出しにも人形、そして冷蔵庫には果物も入ってるよ。ケーキに乗せて飾ってみてね。へえ、すげえ。すげえ、見て。簡単にお菓子を並べて販売するの？え、ちょっと待って、すげえ、超楽しそう。うん、お客さんが買いに来てくれ、リスナーが買いに来てくれるって。ちょっと待って、めっちゃ楽しそう。思ってた斜め上に楽しいじゃん。斜めじゃねえよ。普通に楽しいよ。よし、行きましょう。ありがとう。じゃあまたね、ごめんね、ほぼ聞いてなかったけど、ありがとう。お菓子作り用のスマートフォン。はい。お願いします。ネキね、ケーキ作りたいっす。ケーキ作りたい、ネキ。
今日お誕生日の友達がいるんだ。え、どれか全然わかんない。どうしよう。どうしよう。あ、ヨマニアリ。ありがとう。ありがとう。超えた瞬間にドバーってみんな、ドバーっと。おっと、いけね。ドバーっと、Thank you。Thank you。ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どこまで読んだか分かんなくなっちゃった。おでに4万人になるぞ。ありがとう。そして豚も4万人おめでとう。バトン楽しみ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ね、スペッチもありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、行かないで。ちょっと待って、行かないで。ちょっと待って、ありがとう。あ、みんな、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you, thank you, 赤い。赤いの見えた今。うわ、赤い。ありがとうございます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 。ありがとう。あ、ご飯分にようこそ。ようこそ。ありがとう。ありがとう。ねえ、4万すごいね。あれ、トマリ、まだやってなかったの？トマリやってるかと思った。トマリ、今度クッキングシミュレーターで対決しよう。二人で対決しよう。よくわかんないけど。ね、ありがとうございます。あー、皆さん本当にたくさん、ありがとうございます。あー、登録もあっという間にたくさん入っていただきありがとうございます。よかった、見守れて。正直、赤い、ありがとうございます。ありがとう、赤い、オレンジ、痛い。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、あれなんだろう。この音楽だとちょっとなんか物足りないキスらしてきた。ありがとうございます。ありがとうございます。え、たくさんみんなご飯食べよう。ありがとう。みんなありがとう。え、ちょっと読み切れんじゃん。これは読み切れんじゃん。ありがとうございます。ケーキ作っても、ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキ作ってもありがとうございます。何これ、特別注文。何も注文してません。あ、そうですか。え、ありがとうございます。ちょっと多分、ありがとう。みんなありがとう。あ、カンザリンさんもありがとう。にわこもありがとうね。なんか、にわこも見えた気がしたんだ、さっき。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当に。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。なんか、ありがとう。これは追いかけることがなかなかできんわ。追い切れんわ。ありがとうございます、みんな。ね、メンバーでのコメントもありがとうね。ありがとうございます。あ、すみません、本当に。たくさんありがとう、いつもありがとうございます。4万人やったごめん、ちょっと待って、ゲームしなきゃっていう気持ちと、スパチャみんなからもらって、あ、読まなっていう気持ちと、4万人いけて嬉しくて、なんか喋らなっていう気持ちがごっちゃになってて、今ちょっと何したらいいか全然わかんなくなってて、なんか配信初心者みたいありがとう。4万人だよ、みんな、すごいね。4万。ねえ、そう、パッパイ、ありがとう。Thank you. ちょっと待ってね。赤い飲んでる時に赤いの見えるの一番びっくりするんだね。あー、初スパちゃんもありがとう。ちょ、後でちゃんと読んでもいい？ごめんね。ね、本当は一人一人全員にありがとうしたいぐらいだよ。ごめんね。じゃあ今日のスパチャ見せやる。今日22時からあ、頭グリーンってなってよ、今。お友達の誕生日が人暇の方であるゆえな、翔太くんのな。だから、そこまでは絶対に、配信は終わらなきゃいけないからあれなんですけど、スパチャもちゃんと読むよ。ね、みんなありがとう。ありがとう。おーいえ、おーいえ、おーいえ、ありがとうございます。みんなありがとう。だから、どうしよう。酒、開ければよかったです。お酒持ってくればよかったって今思った。すごいね。4万だって。止まっちゃった。何したらいいかわかんなくなって。ありがとう。ああ、たくさんまだまだ登録してくれてありがとう。うん。うえー、ありがとう。みんな赤、いや、赤くなくていい、いいんだ。いや、赤いやつが謝れ。
赤い人は漏れなくね、ありがとうっていう気持ちもでかいけど、その分ネキの目も攻撃してるってよくわかんない状況だから、ありがとうございます。大丈夫、値段の大小ではないのでね、値段の大小でもないし、もちろんスパチャしない人もありがとうね、おめでとうって言ってもらって嬉しいよね。そう、3万人ね、本当にこの間みたいな気持ちだったのに、あっという間にね、いろんな、なんだろう、お友達の助けとかね、リスナーさんの盛り上げのおかげでね、あっという間の4万人でして、え、雑談枠にしてもいいの？ごめんなさい、謝んな、謝るのにもスパチャ使っとるやんけ、絶対余ってねえな。いやでも本当みんなありがとう、何色も嬉しいよ、ありがとうね、本当たくさん、もちろん高額スパチャをくれる人だって本当ありがとうね、ありがとうね、文句は言ってるけどありがとうなんだよね、嬉しいよ、ね、すいません、目に優しい色もくれます、そういう問題じゃねえんだっつってんだろうね、来月5万人、来月すっげえ頑張んなきゃいけないじゃんそれね。いやー、これでバトン配信見れる、みんな、なんか違う、なんかそうじゃねえんだよな。そうだけどよ、高額スパチャ、いい、カンザリンさんはいい。ね、月変わってた、赤流れたんだけど、ごめんなさいじゃない、ごめんなさいじゃない、あ、つみこー、4万人おめでとう、ありがとう、つみこー、いやもうほんとみんなのおかげよ。おねきはただね、やりたいことやって、もうこの、ありがとうございます。みんなありがとう。おいスパちゃんも、おめでとうもありがとう。みんなこの配信見てもらってわかると思うんだけども、ただ私がやりたいことやって喋って、それだけのことしかしてないのに、こんなにたくさんの人に登録してもろって、正直なんだい？もうなんか、もうゲームどころじゃなくなっちゃったけど。もう背景だけど、このゲーム。ね。何？頻繁に赤スパをして申し訳ございません。泣いてんね。何ですか？正直ね、今年中に4万人になるのがちょっと目標だったんですよ。で、ワンチャン行けたら5万人行きたいなってずっと言ってて、ね。それがさ、こんなに早く4万人になれると思わんかったから嬉しいわ。これ今年中にワンチャン5万も本当にいけるんじゃないかって思ってるから、頑張るね、いける、頑張る頑張る、年内に30万は無理やろか。すごい頑張んなきゃじゃんね。いやー、つみこありがとう。いや違うよ、つみこだってすごいたくさん一緒にコラボしてるから、みんなのおかげ、本当お友達のおかげよ、ほんま、ここまで来れてるのは。頑張る。ね。そう、5万人になって、そしたらもう次はもうね、目指すところはもう10万人になるからね。ね、たくさん関わってくれた人たちのためにもね、応援してるリスナーのためにもね、何度か自分がどこまでいけるかやってみたいですねっていう、まあ、真面目な話はこのぐらいにしといて、いやーもうほんと、これからも気まぐれに、楽しくやっとりますわ。やっとりますわ。私らしくね。ね。メキらしく。適当に。いい意味で。適当に。楽に。みんながね、適当な感じで、遊びに来れるような配信を目指してね。ほんと、お、大将やってるみたいな感じの配信を目指してますのでね。みんなも気軽に、今ね、ロムってて本当はちょっとコメントしてみたいんだけど恥ずかしいっていう人もね、全然練習台にしてもらって構わへんでよ。ね、ありがとうみんな。わー嬉しい。なんかわかんなくなっちゃった、嬉しくて。うん。ね。ありがてえ、みの優しいなね。ケーキ中止でええやろ。コメントするの恥ずかしい。ブヒーじゃねえよ。練習台にすね。泊まり泊まり泊まりは練習とかじゃないやろ。踏み台やろ。ネキのこと踏み台やろ。ま、踏んづけてやろ。まあ、ネキのこと踏み台にしなくても泊まりでかいけどね。態度が。
身長は低いけど態度はでかいもんね。ねえ、すごいこれ。しかし、ねき、卵黄分離器上部、卵黄分離器、卵黄分離器、ハート型、あ、これいいじゃないですか。これハート型いいじゃないですか。ハート型生地、はい、知りたいです。全然知りたい情報じゃなかった。で、何すんだっけ。ネキのハートは解釈違い、メレンゲ作るのに作る。へえ、ね、めでてーわ、めでてー。ゲーム時間切れ、時間切れとかあんの。スパチャ練習ディスコかな。練習してんね。違う、スパチャの練習にしろっつってんじゃねえ。コメントの練習に使えっつってんね。スパチャの練習はいらないでしょ。なんだよスパチャの練習って。どうなってんねん。うーわ、見てトッピングやば。いやー、ありがとうございます。応援ありがとう。やってるよー大将、やってんよ。何作る。すごい楽しいかも。全然何にも作る気にならへん。何にも脳みそ足りない、全然足りない。永遠にここ12時だし。時間内にいっぱいお菓子を作る。へえ、そうなんだ。できてるわ、スパチャできとるわ。狂ってやがる。待って待って、これ何。あ、すごいすごい、みんな見て、アーモンドミルク、ここ最近噂のヘビークリーム、ダークチョコレート。え、ちょすげえ楽しい。どうしよう、お客さん来ないじゃん。できない、違うもん。あれだもん、タブね。違うのよ。だから、ありがとうございますね、みんなね。みんな仕事をした方いらっしゃいませ。ちゃうねん。これ？これかな？お菓子作り用のスマートフォン。え、なにこれ？タブを押して使ってみましょう。使ってるよ。使ったら？以上を持ちまして？ちょ、待って。以上を持ちまして。終わっちゃったんだけど。何も出てこないんだけど。ちょ、待って。高評価の練習って高評価そこちゃうわ。ちょ、待って。パークハブって何？これは今日のハッシュタグ、シンプルなカップケーキ。あ、いいですね、いいですね。知りたい、レシピの閲覧。こんにちは。レシピを閲覧して購入することができる。へえ。チェリーパイ、あ、これいいじゃん。これいい。ダークチョコレートで、200g60 とかす、何言ってんの。こんな日本語ちゃんとしてほしいんだけど。あ、わかんない。で、ありがとうございますね、みんなね、本当にね。卵、ダークチョコレート。ちょ待ってください。もっと他にないんですか。もっとなんかネキにぴったりな。普通にネキ、あれ、チーズケーキ好きだよネキ。チーズケーキは得意よ。でもなんかもっとさ、あれないの、そう、いちごのケーキとか、いちごのショートケーキが作りたい。ロックされてないやつだけを知りたいんだけど。なんで？いちごのケーキがいいな。いちごのケーキがいい。
ちょっと ありがとうございますね。ほんとね、みんなね。メンバーもありがとうね、みんなね。ね、おかわりありがとう。なんかね、どうしたらいい？ゲームしたい気持ちとね、みんなと一緒になんか話したい気持ちがすごい、すごいよ。とりあえずバターとクリームチーズの塊と卵ゲットしてくんね。バター500g、 何個って書いてないよねこれね。バター、クリームチーズ、ありがとうありがとう。でも雑談でいいかい？え、なに、みんなもうネキの料理もういい？ネキの料理はもうあれかい？いいかい？あの、いいかい？あ、いい。あ、うーん、へん、うん。なるほどね。どちらもというタク。どちらもいいんだ。ちょっと待てよ。クリームチーズぐらい。やっべ、生で出てきた、みんな。どうしよう。え？置いていこう、こう。ごめんね。何？バター。バターでしょ、これ。200g です。あ。ちょ、待って。バター。卵ね。うるせえ、ちょっと黙ってるもん、うん、ビスケットのクズ、上白糖、ビスケットのクズ、はこれかい？どうやって、これティーディスペンサーに保管、へー、雑談させてくれ。ダメだ、なんかダメよ。なんていうのかな、あのね、ちゃうねん、聞いて。ちょ貼り付けたいんだけど、どうやって貼り付けれる？学校か。ちょこれについてさ、ちょもうちょっとだけちゃんと語ろうや。ダメだ、ほったらかしにできねえわ。ありがとうございました。ちょ一回落ち着いてみんなと話させてほしい。みんなね、スッと移動しちゃった。いや、集中でき、ああ。あ、なんかネキすごいギャンギャンっつったけど、今大丈夫？あ、そう、いい椅子になったの。いいでしょう。買ったの、椅子。買ったの。いいでしょう。みんなありがとう。ネキなんかふわふわして、そりゃするわ。そりゃするわ。4万人になったし、スパチャいっぱい来てるのに読めないし、みんなたくさんおめでとう言ってくれるのにケーキの作り方わかんねえし。ねえ、もうみんなありがとう。ああ、おめでとう、ありがとう。ごめんね、スパチャ全部読みきれんくて。あとで、ちゃんと読む枠を作ろう。ダメだ、追いつけん。追いつけん。あとで、きちんと読みます。久しぶりだね、なんかスパチャ。拾い逃しちゃったの。あれ、ケーキはもうちょっと、そうですね、9時過ぎたらちょっとケーキに取り掛かろうと思います。すいません。あー、最近見始めたペイペイズが、いえいえ、とんでもございません、ね、そう、翔太くんのケーキはちょっとこの後作りますね。みんなありがとう。まだまだいっぱいみんな登録してくれる、ありがとうございます。いやー、ありがてーよ。いや、今からね、読んでいってもいいんですけどね。ね、あたふたしちゃった。読ませない勢いまであって、ほんとびっくりしちゃった。ありがとうございます。嬉しい、いろんな人にたくさんお祝いしてもらって。ケーキ買おうかね。いらねえよ。買えるわ、いっぱい買えます。
一生分のケーキだよ。ケーキ、財布、忘れる、エレット、頭が。みんなありがとう。どうしよう、スパナ持ちの人たちのコメントもたくさんなんかネキ逃しちゃったかもしれんな。ね。ありがとうございます。ふぅ、疲れた。びっくりした。脳みそにちょっと待って、空気が入っていかなくて。ね。ありがてえよ。ちょっと待って、マジで脳みそに空気入ってかなかったのかしらけど、めっちゃ首つそうだね。虹色に輝いてたね、スパチャがね。そりゃおめでとう、びっくりした、嬉しいね。うん、虹スパにすればよかった。いや、ツッキーツッキー大丈夫大丈夫、先月もらった。甘いの苦手だけどチーズケーキはいけるの？ね、物にもよるよ。あと普通に私がただチーズケーキが作るのが好きなだけ。ネキね、甘いの苦手なんですけど、お菓子作りがすごい好きなんですよ。子供の頃からの趣味でして。虹忘れてたじゃないが、泣かんで。虹確認できないよ。あんなに早かったら。ね、スパチャ更新来月だねって、何の更新を楽しみにしてるのさ。ね、女の子っぽいじゃん。そう、あのね、まだおじさんを飼う前だね。まだネキがおじさんを飼う前に、その子供の頃のね、趣味がね、お菓子作りだったんす。ね、ありがとうございます、ありがとうございます、スパチャありがとう。後でちゃんと名前呼ぶけんね、ごめんね。スパチャできねえことを謝らんでいい。大丈夫、スパチャを大喜びで、遊んでる人たちはね、スパチャで遊ぶことができる余裕のある人たちですから、住み分けが、してもらって全然大丈夫です。自分らしい、やり方で。自分がやりたいように、ここにいてもらえたらいいよ。コメントするもしないも自由だし。見てもらってるだけでもうありがたいし。いや、みんなありがとうね。あー、疲れた。緊張した。おじさんを捕まえましたね。駅はおじさんを捕まえました。あ、すごいたくさんいろんな人に来てもらったのだね。気づかなかったけど。来た瞬間に4万人達成したの、運命感じた。ちょうどだね。ね。あ、メンバーもあと2ヶ月ほどで1年。確かにな。メンバーもなんか1年記念とかした方がいいの？遊ぶな、スパチャで。来月二次スパするねの予告をやめなさい。はあはあ。あ、月見バーガーいいね。よいしょ。あ、40万人。すごいじゃん、もう。それすごいじゃん。4万や。1週間前で金欠、いい、いい、金欠なやつらはちゃんとしてて、スパチャできない人の代わりとかじゃなくて、あ、おめでとうございます。まあまあ、でもね、できる人とできない人がおるからね、まだもういいの、できなくても大丈夫。来年は目指せ銀盾。そうだね、来年10万人いったら銀盾もらえんのか、ネキ。行きたいね、10万人ね。10万人行きたいね。今日授業でおすすめの部位を聞かれたので、エリネキ紹介しておきました。授業で？授業で？どういうこと？誰に紹介したん？ね、あ、ありがとう。あ、今来た人もありがとう。4万人おめでとう、Thank you。ね、銀盾行ったらお祝いしないと。うん。焼肉、銀盾の上に寿司乗せようと思ってね。
怒られる、炎上するわ、めっちゃ炎上するじゃん。うん、そうだよ、10万人でトマリのエロ絵ね、絵を描くねー、そう、エロエロの絵をね。うん、学生のコメントにあったので答えときました。先生、先生かよ、やべえって先生。まず大丈夫、あの学生のなんかあのだ、まあでも泊まりを勧めるよりはあれか、普通なのか。いやでも多分ろくな人間に育たんよ、ここに来たら。ネキの抱き枕カバーは10万人になったら、あの表がネキで裏がガソリン作るよ覚えてるよ。ネキはね、一回やるって言ったことはやります、やります、やります。嘘つかないよ多分。うん、ね、ガソリンのだから表がネキで裏がガソリンなんだって。ジョジネキの抱き枕はそうだな、じゃあ15万、20万もいいね、20万人でジョジネキの抱き枕。待って、どっちかっていうと10万人でジョジネキの抱き枕出した方がネキのダメージが少ないんだけど R してナイス。残念だけど R してではないです、 R してはないです。あ、トゥメリのクッキング始まった、やるじゃん。トゥメリどっちで作るんだろう、カソリンのビーズぬいぐるみ、いいねよし、じゃあやるか、落ち着いた。2ヶ月で1万人増加なら来年10万人可能かな。それはもうネキの頑張りじゃないか。うん、ごハムのぬいぐるみ、ごハムのぬいぐるみ、これこれ作れるように頑張ろうね、みんな20万でジョジ枕さすがに欲しい。じゃあ20万人でジョジ枕だね。ガソリンのぬいぐるみもいずれ作りたいね。そう、端の部分めんどくさそうだよね、ここね。あ、どまりまだ？そっか。あー、うん。安心したらなんかめっちゃくい出てくる。あー、4万だー。キーホルダー、アクリルスタンド、ネキね、これはラバーストラップが可愛いと思うよ。ご飯部はね、トマニが持ってるガソリン、あれはね、あの前に何年、2015年あたりに出したガソリンのぬいぐるみで、何人かが持ってるよ。あ、首もらった、イエーイ。ね、ね、ラバストかわいいよね。そうなの、あのぬいぐるみはね、ちょっと前に出したやつでね、あれ全然あの YouTube とか始める前に作ったやつで、もうイベント会場めちゃめちゃ大変だったよ、もう布団屋かってぐらいすごい箱ぎっしりになって、もうほんとそれしか売ってないぐらいの勢いでスペース大変だったんだけど、目指すところ100万人あ、でもね、ねるちゃんのところに遊びに行った時に、あ、10万人なれたらいいなって言ったら、ダメだよ、もっと大きく100万人って言わないとって言われたから、今日は100万人ね、ねるちゃんがそう言ったから、ねるちゃんのところで約束したから、もう今日は100万人あ、そうそうそう、この間リツイートしてたあの印刷会社さんも持ってたやつだね。あれ箱に何個入ったろう、20個も入らんかったやなかったかな、どうだろう、20個入ったかな、かなりねぎゅうぎゅう詰めだったよ。300万、やべえそれはもうネキが本当の本当になんか人として魅力的にならんと頑張ります。うん、
ね。うん。イラストレーターって書けなくなる。そんなことないもん。そんなことないもん。100万人達成でサイン会になるのビンタ会なんでね。猪木さんじゃないんだから。よしよしよし。ではね、改めてじゃあゲームに戻りましょうかね。ガソリンのぬいぐるみに関して、再販がね、同じものは難しいと思ってるの。印刷会社さんが今もあるかわかんない。要するに2015年に作ったものだから、全く同じものを同じ印刷会社さんに頼めないかもしれないので、作るとしたら、また別の会社さんで新しく作るんじゃないかな。と思います。いや、椅子あるよ。そう、買ったのいいでしょ。そう。しかもあのガソリンでかいんだよね。一個、ちっちゃいやつ、だからテーブルの上に乗せれるぐらいのちっちゃいのを作ろうかなと思ってたりもするんだよね。あれはちょっと等身大なんで、等身大、カッコ仮なんで。ガソリン大きくなったりちっちゃくなったりするから、まあでもあれが、だいたい平均的大きさっていう風に作ったんですけど、そう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 、同じ大きさで作るよりもちっちゃめに作った方がいいのかなとも思いつつ、どうしよっかな。見守り来たらすごい数じゃん、桁がやばいじゃん。沢木ちゃんいらっしゃい。そうそうそう、4万人行ってた、ありがとう。うん、ガソリンのぬいぐるみは確かになんかあの時よりも欲しがってくれる人はたくさんいそうだから、いつかは再販する気ではいます。再販する気はあるんだけど、あのぐらいの大きさ欲しい。マジで2体になるじゃん。ちゃんガソリンでけえのいらねえ。で、あー4万人見逃した、おめでとうございます、ありがとうございます。ガソリンこいつやだよ。そこまでなんかこう、そこまでベタベタしたくないな。いろんなガソリンともご飯分もベタベタしてほしくないという謎のね。巨大ガソリンぬいぐるみください。ゆきち出します。ゆきち何枚必要になるかわかんないじゃん。あ、起き上がりこぼうし。もっと大きくていい。へえ、ガソリン僕個展で売った気がする。そうですね、はい、沢木ちゃんに売ってもらいましたね。個展にも置きましたからね。ガソリン2匹いるんですが、あと3匹ください。なんでやねん。三ユキチまでなら余裕。言ったな、言ったぞ。君たちそう言ってさ、ユキチのようなもの出してさ、ぬいぐるみに1万円とかありえないんだけどとか言わないでよ。いいねで買う。よし言ったな、よし言ったな。わかった、じゃあ裏でじゃあガソリンのぬいぐるみ計画を進めようではないか。ご飯部はラバーストラップにしたいですね。うん、枕ぐらいの大きさ。ネキのぬいぐるみ、ネキ、おいおい、ね、どんだけみんなぬいぐるみ欲しがってんだよ。うちぬいぐるみ屋さんになっちゃうじゃん、やば。ハイライトなし缶バッチ、みんな買いに走った。確かに着ぐるみ計画はないね。何着ぐるみ計画って。あ、それか、あれか、パーカーにしてほしいって言ったやつだ。もううちアパレル企業じゃねえんだぞ。いやー、なるほどね。そう、在庫が残るのがやばいよね。だからもう受注になると思うよ。あ、4万人おめでとう、ありがとう。ごめんなさいね、スパチャはね、後ほどゆっくり読ませていただこうと思います。ダメだ、雑談が楽しくなってきて一切ゲームできないじゃん。一切ゲームできないよ。ゲーム帰ってきて、はい帰ってきて、はい帰ってきたね。そうね、キャラスリーブかな、ありがとうございます。今日で30万使ってきた。やるね、あー4万おめでとうございます。大丈夫です、今更では全然ありません。ショッタさん、ショッタくんの、そうショッタくんのケーキと4万人のおめでとうケーキ作らな。
ね、みんなタブ開いてだ、タブ開いて、一回レシピをね、バターで 200g 60溶かす、これ何言ってるかわかんねえの、バターアイスで 200g 60溶かすって何言ってんの、ほんとわかんないんだけど、何言ってんの、まずさ、ごめんね、バター60度で溶かすってこと、60度で溶かす、もっと楽なやついこう、楽なやつっていうか、ちゃんとしたやつやろ、ドーナッツかチョコレートファッジケーキ、こんなんめっちゃ難しいんだぜ、だって見て、あ、でもやっぱそうだね、60度で溶かすなんだね、シンプルなカップケーキこそく、てかすごい見にくいの、あの何が見にくいって、このずっとここにこの携帯があるのがすげえ見づらいすげえ見づらいです。60度で溶かすって何ですか、60度で溶かすって何ですか、レンチンがあるってことですか、これ何ですか、自動カッター容器、へえ。四角い焼き器、これは何でもない、鍋、60度ちゃうもんね、どうしたらいいんだろう、いきなりもう難問だもんな、60度のお湯に浸せばいい、湯煎、 200g のうち 60g 溶かす可能性、でもグラムがついてないから60溶かす、あ、分かったかもしんない、分かったかもしんないです、ネキ分かりましたぞ、 60% 溶かすんじゃねえか、こうあんじゃん、みんなこれあんじゃん、これさ、この中に入れんよ、ほらよ、でこれで溶かすよ、こうこのこれが60ってことじゃね、これが 60% ってこと、60、わかる、60どこ、 60、 違うじゃん絶対違うじゃん、絶対違うじゃん、もう誰か教えても、わかんない、もうわからない、あ、ネキわかんない、わかんない、全然わかんない、ちょっと待って、マジ何言ってんだこのゲーム、謝ってほしい、ちょっと待って、ディスペンサーどこだ、そもそもさっき言ってたディスペンサーだってないじゃん、湯煎かレンジ、いいよ、わかった、やろうじゃないか、湯煎つったってさ、おめえらちょっと待ってよ、待てよ、おら、こんなやろう、ここね、ここ、早くこれやりたいんだよ、わかるわかる、まさかこれってことはねえべ、いやいや、違う、どっち、違う、知りたいのはバターを溶かす方法だよ、こんにちはじゃないよ、おい、お前全部教えろ、全部教えろ、チュートリアル今出たんかい、さっき出てなかったやんけ、そもそもこの計量カップどこにあんの、使いやすさ、卵黄と黄身を分ける、いい、
菓子を焼く基本。違う違う。え？以上？でも、もう全部教えろ。ねえ、ほんとさ、レンジで60秒？ちょっと待って、レンジどこ？だってまずレンジどこ？レンジある？レンジないやんけ。レンジないじゃん。レンジないじゃん。レンジレンジないじゃん。レンジどこ？レンジどこ？みんなの目にレンジ映ってる？これミキサーよな。え？レンジ？レンジどこ？どこに行ったの？レンジ。またあの女のところに行ったの？レンジ？ここなの？ここにいるのね、レンジ。いない、レンジ。レンジどこ？レンジ？レンジいないけど。レンジどこにもいないけど。私のレンジ。レンジ。レンジいない。レンジいないよ。なんのガスバーナーで燃やすしかねえわ、みんな。どうしよう。俺の隣で寝息立ててる、マジかよ。レンジいないけど。どうなってんの？僕には知らない何かがみんなに見えてんの？消火器でなんかピシューってするしかねえわ、もう消火するしかねえ、消火すんぞ、らーうわーするしかないわ。どうしたらいい？レンジ作るところからマジで、この中にレンジあるんじゃねえ？ねえわ。え、マジでレンジだ、あ。これレンジじゃない？オーブン棚の左だけレンジじゃなかった？え？左だけ？オーブン。オーブン。全部オーブン。気のせいだった、ごめん。いいんだよ。もう仕方ないよ。こいつが全部悪いんだよ。この中突っ込め、ほら。中突っ込む？じゃあ仕方ないから。ね、みんなレンジって言ってた人どこにレンジあるか教えてよ。何よみんなして、知ったかぶっちゃって。水流すわよ。いいの？ちょっとね、マジで本当ケーキ作りたい。これパーンオーブンレンジっていう可能性？やってみるじゃん。やってみよっか。の四角い焼き器の中に、まずね、なんかね、はかりがどこにもねえんだよ。はかりがねえんだわ。そういえばさ、あれもないよね。買うやつないの。何？もう時間が。ちょ、待って。ちょ、いいですか？ちょ、すいません、本当に新しいゲームさせてください。ちょっと違うんですけど、料理学校に行こうかな。料理学校、違うの。チュートリアルオンになってんすけどね、ネキね。
わあもういいよいいよ、もうわかった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 、サンドボックス行ってやろうじゃん。もう作れるケーキとか作れないケーキとかあるのがいけないんだよ。わかった、俺がケーキを作る時代だ。みんな見てて、ネキがケーキを作ってみせるよ。ネキね、もうネキが作る。終われねえな、終われねえだ、戦いが今始まったんだよ。みんなまあタブ開くじゃん。したらね、多分ね、もうこのケーキがもう全部出てくると思う。そうでしょう、ほらほら、こんにちは、お菓子作り用のスマートフォン。そうじゃねえ、違う違う違う、タブ開いて、こんにちは。そうだね、一等賞のね、ネキ一等賞になる。これこれでこれで、あ、みんな見て、ここにさマーケットあるわ。へえ、調理器具、レンジある、レンジ、あ、すごい、いろいろあるわー、すごい、あ、いっぱいある、へえー、すごい、あ、温度計とかある、すごいね、へえ、ざる、このプラスチック製ボールとかが良かったのかな、へら、へえ、レンジガスバーナーあるよ、みんなガスバーナーある、あ、クリスマスの髪飾りがあるよ。絶対髪飾りじゃねえんだよな。よしよし、わかりました、ケーキの型、どれにしようかな、うん、あ、これいいね、この三角形とかいろいろある、ね、スポンジケーキの生地、あ、いいじゃんいいじゃん、生地、もう生地があるもん、生地買ったろうや。着色料、色のカスタマイズができる、やばい、みんなやばい、まさかのフライパンで溶かすのが正解パターンあるかもしれないね。え、ダッシュできるの、へえー、さあ、ケーキの方いっぱい出てきた、すごいいっぱいある、クッキーの生地、すごいすごい、スポンジケーキの生地、わー、ありがとう、嬉しい、じゃあクッキーの生地作っちゃおうかな、で クッキー作っちゃおうかな、今日ね、みんなのためにクッキー作っちゃおうかな、そうしようかな、それかほじかたの焼き器、あー、いいな、こういうのもいいよね、ねー、だよね、すごい、めっちゃ、何する、今日派手な色のアメリカンのケーキ、いいよ、つくよっか、よし、じゃあやろうね、じゃあまず食べ開くじゃん、ね、ケーキの型選ぶじゃんね、なんか型が長方形のケーキ型、なんか見た目と全然違うな、丸い焼き型、あ、いいじゃない、このさ小さなさ丸い焼き方とさ、変えてる、これ買いたいんだけど、これとこれとこれ、あ、いいじゃんいいじゃん、あ、いいじゃんいいじゃん、あー、なるほどね、こうやって買えばいいんだ、へえ。あと星型の型と、それからどうしようかな、タルトも作りたい気もする。あとそれからベーキングパウダー、へー、着色料も欲しいよね、カスタマイズできるやつ欲しい、たくさん欲しい、それからとにかくこんな感じ、わ、すごい買えちゃう、購入。あー、4万人おめでとう、ありがとうございます。で、どこにそれ買われた、それらはどこに買われたんですか、どこら辺に行くとそれが手に入るんですかね、買ったんすけど、さっきネキ買ったんすけど、買ったやつどこ、フルチンネキだよ、こんばんは、え、どこに、ねえんだけど、机の上足りねえけど、なんか泡立て器とか出てきて、知らねえものいっぱいあるけど、机の上、
まだカートに入れただけ？マジで？やだ、買いたい、本当だ。カートは空です。え、どこ？え、すぐ欲しいんだけど。業者が配送中。あ、なるほどね。早くくれないかな。でもいいや、その間になんかね、みんなのためにじゃあちょっと作っちゃうぞ。はい、ここの丸い型の中に、ね、この丸い型あるじゃないですか。この中にスポンジケーキの生地を入れちゃう。入れちゃう、バンバン入れちゃうね。これをもう焼いちゃう。知らんけど。え、どっか行っちゃったあれ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、どうしよう、みんな、どっか行っちゃった。ちょ待って、チョコレートケーキの型を入れて、150度のオーブンで150度のオーブンで何分焼くって書いてた。今150度のオーブンで150度のオーブンで、え、なんで150度いっぱいあるの？2分、2分って書いてあるね。これでいいや、うん、これで焼きましょうね。で、次がこれ、ドーナツどうすんの？ドーナツ生地のディスペンサー、この中に入れるのがもう分かんない。まあ、いい、今みんなのために今焼いてっから。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。スパッチごめんなさい、今日読めてなくて、ちゃんと後で呼びますけんね。これのバニラエッセンスだね。早く焼けないかな、みんなのケーキ。丸い方どこ行ったんだろうね。ここにいるわ、丸い方ここにいたわ。4分、130度で4分焼けって。じゃあこっちも焼いとこうか。130度で4分焼けって。130度で、130度で4分、4分。はい、まだこっち焼けませんか。もう、ああ、また遊びにぜひいらっしゃってください、ありがとうございます。ごめんね、みんななんかスパッチ読めなくてね。読みたいやけどね。これ何？クッキー、あ、クッキーいいじゃないですか。クッキー焼きましょう。クッキーも焼こう。ほらよ。どれだ？クッキーの型。ドーナツの生地？チョコレートケーキの生地？これはクッキーの生地あったね。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。最後ちょっと丸ごとすぎましたが、これを何ですって？これを160度で2分な？よし、わかった。ほら。120度のオーブンで2分だ、みんな。すごい乗っかってきたね。120度のオーブンで、2分。おし、焼けたぞ。お、これ来たんじゃないの？ちょっと、あー、焼けました。見てください、皆さん。とっても美味しそうなケーキが1個焼けましたよ。ね、こちらの方に。ちょっと待って、どうすればいいの？焼き菓子を手に取る。ああ、できました、できました。ああ、美味しそうです。え、待って。ちょっとみんな待って。すごく美味しそう。え、美味しそうか。
え、おいそうかこれ。平べった。まあいいや、いいや、いい、いい。いい。で、アイシング容器、へぇ。これは絞り器。あ、いいですね。ココナッツクリーム、いちごの具材、チョコレートカスタード、普通の生クリームがいいんですけどね。普通の生クリームがいい。生クリームないの？生クリームがいい。フロスティング、フロスティング、チョコレートグレース、ストロベリーホイップクリーム、いいですね。ストロベリーホイッピングがいいです。あ、すごい、ここにたくさんある。へえ。え、なにこれ。ちょ待ってください、すげえ。ちょ、大変みんな。え、これつみこの、つみこじゃん、もうこれつみこだよ、これつみこだよ、これつみこと一緒に今度作れるって。え、30分切った。あ、いらっしゃいませ。ヘイ、ハロー。え、ちょ待って、ちょっと待って。これ何？ベストリシリンジ、色をリセット、何言ってんだ。え、どこにさ、そのあれすればいいの？ホイップクリーム、どクッキー焼けた。みんな、みんなクッキー焼けたよ。はい、ほらよ、焼き菓子を手に取れ。ほら、クッキーだぞみんな。え、これクッキーか。これクッキー美味しくなさそう。これ美味しくなさそう。あれ、美味しくなさそう。気のせいだよね、気のせいだよね。わあ、これヘビークリームってなんだ。に入れるじゃん、これ。このあったら。ちょっと待って、もう一回ここ置くじゃん、ここ置くじゃん。で、お砂糖、お砂糖、お砂糖入れるでしょ。お砂糖、お砂糖、そう砂糖入れてあげないと。やっぱみんな甘いの好きだもんね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。みんなに入れてあげないと、たくさん入れてあげないと。あ、何グラムかな、何グラムぐらいかな。飾りが入って引き出しの上にクリームありますよ。マジで？待って、いやいや違う、みんな甘いの好きじゃん。みんな甘いの好きだから 120g ぐらい入れないと入れないとこんなもんだろ。もうあとここにセットしてだ。あ、回せ。あれ？おかしい、みんな中できた。なんで、え、ネキはね、違う、ネキは、なんで記事になったの。え、焼かなきゃ、焼かなきゃ、みんな焼かなきゃ、お星様のボールに入れて。120度のオーブンで3分ぐらいは必要だと思う。あれはこれで焼こう。あ、焼けた。ほらみんな見て、焼けた。すごい美味しい。美味しそうか。いや、とってもこの生地もすごい美味しそう。もうほんとマジやばい、このケーキ超やばい。
これどうやってさ、これに絞り出すの？自作のアイシング、誰が自作のアイシング？ストロベリーホイップクリーム、ディスペンサーを用意。あ、へえ、ホイップ生クリームがいい。オッケー。で、で、これか、これ持ってけばいいか、これをこう。え、どうすればいいの？絞り器持ったよ。投げちゃった。絞り器持ったよ。ディスペンサー、どうしたらいいの？ネキの知ってるやつじゃないのかな。ペストリーシリンジ関係ないね。わかんない。もうケーキに絞り出せばいいのか。もうケーキに絞り出すかも。仕方ねえなーって、ここに置いて。あ、ちょ、え、どうすればいいんだ。もうここに、これに、ここにこうガーンと置いたら十字になっちゃうでしょ。もうわかんない、わかんないな。仕送りもありがとう、ありがとうね。着色料だし、これお、全然わかんないね。どうすればいいのこれ。こう、こっから絞り出せばいいのか。こっからこう。ヘラを持ってクリームディスペンサーに行く。ヘラを持って、ヘラ持った。嘘でしょ。ほんまやで。で、あ、で、で、次が、うん、やっぱラズベリーだと思うね。きラズベリーすこ、こう、細けえな作業が。なるほどね。え、絞り出すのはどうしたらいいんだろうね。なんか薄いよね。もっとね、厚切りが良かったな。おねき地道、これすごい地道。ネキ時間大丈夫？ネキ10時になったらやめる。え、もうないなった。ちょっと待って、ないなった、ないなった。みんなラズベリーないなったみんなやばい。こっからはしょうがない。いちご、いちご、いちご出すしかない。いちご、いちご、最後の1個はいちご、いちご出すしかない。こうで、あ、いいじゃん、いいじゃん。こういうのもいいじゃん。あら、いいじゃない。なにこれ、結婚式のお祝いだって。あ、いいね、これね。猫いる？猫。ちょ、さっきからうるさいな、お前。さっきから、ボタ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 。あ、お花もありますね。へぇ。お花飾る？お花ね。お花真ん中に飾ろっか。ここね。パン。あー、かわいい。ねえ、そうかな？なんかこれしかないのかな。土星とか惑星とかある。へえ。うさぎさんいっぱいいる。うさぎなんでこんないっぱいいんの。猫いないじゃん。猫いないのになんでうさぎこんなにいっぱいいんの。え、かぼちゃ、ハロウィンだね。数字がないのはなんでだろう。結構、え、なんか怒ってきた。泊まりじゃん。泊まり、泊まり、ここに飾ってあげよう。はい、泊まり。
泊まり？泊まりですね。いいじゃん。挟めないの？泊まりが邪魔だから。泊まりしてるわ。ごめんね。泊まりごめんね。これもダメなの？なんで？これが邪魔だから。ただごめんね。ダメなんだって。じゃあ何？逆だったらいいの？逆だったらいいんだ。逆だったらいいの？そういうわけじゃないんだ。もう一回。で、こう。もっとさ、たくさんないのかな？こう飾れるやつ。ネキもっと飾るやつ欲しい。もうないの？あれだけ？あ、ないんだ。ないやって、みんな。へぇー。これ何？ダークチョコレート。へぇー。土星でも飾るかじゃ、仕方ねえな。あ、いいじゃん。隣の隣に土星いいじゃん。似合ってるよ。似合ってる似合ってる。コウモリいいじゃん。コウモリいいじゃん。すごいじゃん、コウモリ。いいね。絶妙なところだね。あ、いいじゃん。ほら、狂ってるもん。これ、リスナーだよ、これ。だから、リスナー。リスナー、リスナー。リスナー置けないな。置けないです。あ、リスナーはじゃあ、ここに置いてあげるね。リスナー。はい。いいじゃん。あ、爆竹ね。あー、確かにね。てか、ろうそくとかどこにあるんだろう。ろうそくないね。あ、お化け取れた。かわいい。ここに置いてあげる。できた。みんなできた、ほら。やったー、やったー。どこに置くの？これ。やったー、ほらほら、みんなー。はい、くる、はい、はい、リスナー、あれ？違う。リスナーちょっと入れ。リスナーの狂ってるね、狂ってるね、ケーキできたー。やったー。美味しそう。そうでしょ。あ、そう、さっきの謎のケーキどうなったの？あ、焼けてんだ。焼けてる焼けてる焼けてる。これなんてケーキだろう。これ美味しいのかな。これネキといたしましては、あれねんだ、あれしてほしかったな。あ、ありがとうございます。4万登録ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと待って、なんかさ、もっとさ、こうないの、なんかねえ、飾るさケーキのなんか可愛いやつもっとネキ欲しいんですけど、そういうのはないんかな。ないんだね。もっとあってもいいのに。ろうそくあってもいいのにね。はい、なんか意外とあっさりケーキが作れたな。意外とあっさりとケーキが作れてしまって、なんかちょっと寂しい気がしませんか？分かってます。そんな皆さんのためにご用意しますね。あれねんだって。何言ってるんですか。すごい、料理ネットワークとクッキングっていうのがある。へえ。冬の祝日。へえ、なこれ。クリスマスお祝いしましょうだって。これは何？他のプレイヤーと競い合うタイム。え、これ自分の、それこそ泊まりとかできないのかな。泊まりと一緒にできないのかな。ね、友達と一緒にできるんだったらぜひね、一緒にやりたいですけど。まあでもそんな、あれですよ。え、ゲスト、やっべ、なんかめんどくせえ、めんどくせえの始まった。やべ、どうしよう、めんな、めんどくせえの始まった。え、やべ、あ、どうも、はい、こんにちは。
何が、あの おじさんは何がくしゃみ出そうなんだけど。くしゃみ出そう。トマトがお好き。あー、なるほど。ガスパッチョ違いますね。くしゃみ出そう。あー、びっくりした。こんな時間ないんすよ。あと数分で僕この、あの放送終わんなきゃいけないんで、ということで皆さんね、あの本当にね、あの4万人というですね、あの何ですか、素晴らしいあの結果を作ることができて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。いつも応援してくださる皆様のおかげで、放送というものを続けていられるわけです。本当にありがとうございます。ミュート、はい、そうです。くしゃみはちょっといけませんから、人様の前でするのはちょっと良くないので、ね、というわけで、本日も本当にありがとうございました。どうだどうだ、よし、ということでスイッチオン。本当にね、なんかね、あのやっぱりなんかリスナーがいないとですね、あのやれませんからね、あの基本ね、放送っていうものはね。待って、これ持てない。よいしょ。あれ、どこ行った。あー、ありがとうございます。4万ありがとうございます。男気クッキングしてるわね。いつかねコラボしたいですね。あの同時にね、あのできたらいいなって。わーわー、くべなきゃ。なんとかしてね、ここをね大火事にしたいってね、けそう思ってるんです。なんとかしてここをね燃やし尽くしたいな。あと最後はね、皆さんにキャンプファイヤーをお届けしたいので、ね、なんとかしてこのね火災報知器がマジでほんとうざったいんですね。ガスバーナーをとことん購入しまくってですね、でこう火つけてはぶん投げで、火つけてはぶん投げしてればいいね。そこそこちゃんと火力が必要ですから、ある程度ちゃんと燃えるものもぶん投げてですね、シュ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 で、また購入してまた火つけて、ぶん投げて、シュ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 、いいぞ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 、燃えてる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 、ガンガン行こう。放火シミュレーター、そうそうそう、やはり大事ですからね、放火は。火つけて、なんで燃え、なんで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 、ちゃんと燃えてくれないと困るんだよな。ちゃんと燃え方が足りないんじゃないの。こう、ね、もっとこうバーンってバーンでなんか激しい感じがね、欲しいんです。こう、バーン。バーン。燃やしましょう燃やしましょう、これもね、ちゃんとね。今日のお料理は、皆様大好物でしょう、モニターの素焼きですね。十分に温めていきましょう。旗から見たらただのやばい人、何言ってるんですか。全然やばくないですよ。うーぱーん。あー、これじゃやっぱコースに足りんのか。あ、いった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 、いいですね。ちゃんと焼いてます？ダメですよ、ちゃんと焼かないとね。はい、というわけでね、ね、みんなの大好きなキュウリも乗っけましょう。ほら、どうでした、楽しかったですか。あら、こんなは
の待って、これも壊れんのかな。この時計とかどう。時計は壊れないんだ。ワンちゃんいけねえかな。いけねえわ。いや、やっぱね、楽しいっす。おお、爆発しましたね。やっぱこうでないとね、クッキングシミュレーターっつうのはね。ほら、皆さんね、いかがでしたか。楽しんでいただけましたか。4万人記念、もし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 、ピザハットですね。はい、シミュレーター、クッキングシミュレーターでしたが、本当にね、皆さんとね、あ、燃えてます、食材が燃えてます。いい感じですね。これはかなりいい感じに燃えてる。ちょ、やめてほしいんだよな。消さないでほしい。消さないでほしいんだよね。ちゃんと燃やしたいんだよね。ある程度ちゃんといい感じにね、食材は燃やさないと。はい、これでかなりいい燃え方してる。冷蔵庫の中も燃えるかな。よいしょ、ね、燃えてる燃えてる。うん、いい感じだね。はい、ということでね、炎の中からこんにちは。今後ともですね、こちらの配信よろしくお願いします。で、この後たまにもね、裏でクッキングシミュレーターやってるのかな、やってるらしいのと、あと10時から、ひつひまの方でね、翔太さんの誕生日的な、まあ、ただの雑談ですよ、多分。はい、雑談をすると思いますので、雑談好きな方はそちらもぜひご覧になってください。ということで、4万人達成いたしました。また今後とも、ガラッとやっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。なんか大した料理が作れなくてすいません。ちょっと次までには、ある程度、燃えてんねー、ある程度の中、いい料理が作れるようになれればいいなと思います。ちょっと今日はね、4万人チラチラ放送だったんで、あんまり集中できませんでしたが、まあいいでしょう。十分でしょう。火の海になって最高でした。また消したのか、お前。これ壊せばいいんじゃね？ワンちゃん。壊せないのかな？まあいっか。どうにかして火災報知器を壊して、全焼させたいなっていう、はい、感じです。よろしくお願いします。リンゴなあげろ、カブもなあげろ。ありがとうございました。はい燃えるね。あとで一緒にご同行くと、あ、ちょっとそういうのはやめてもらって、ちょっとそういうの、いや、通報だけはすいません、お願いします、やめてください。はい、ということでお疲れ様でした。そろそろ行かないと7分前なので。いや、ありがとうございました。本当にたくさんのお祝い、スパチャも後ほど読ませていただこうと思います。ありがとうございましたこの放送大丈夫だったんかな。まあ、いっか、なんか楽しかったからいいや。ありがとうございました。もっとまともな放送ができるように今後頑張っていこうと思います。炎上エンディングです。ありがとうございました。あきる、やばい、消化される、消化、炎上しても消化してくれる、よかった。はい、なんかまとまりがない感じですみません。お疲れ様でございました。グッバイちょっと後でちゃんと4万人ありがとう放送をすると思うので、その時に改めてスパチャも読ませてください。チャンネル登録ありがとうございました。できれば高評価や、それから通知の設定もしていただけると嬉しいです。あとはツイッターのフォローなどもぜひついでにしてやってください。お疲れ様でございました。またね。大丈夫かなこれ